スタートしました。クルサードいいスタートを切りました。鈴鹿コーズウェイも好スタート。広がっての先行争い、1コーナーに向かってマイネル・クルーガー、名村影虎、そしてフィニステール、持ちも上がっていきました。さらにブルーリッチ、そして鈴鹿コーズウェイ、クルサード、8枠両頭先団、2馬身がいて司ラッキー、後方から2番手7番トムトップが最後方、一段の競馬になって各馬1コーナーカーブを回っていきました。持ちが行きました。持ち先頭、リードは1馬身半です。ブルーリッチわずかに2番手か、インコースマイネル・クルーガー並んでいって2番手3番手、2コーナーカーブに入って2馬身差4番手フィニステール、インコース名村影虎差がなく続いて今5番手です。2コーナー回り切って向こう正面に入りました。2馬身差中段に控えた鈴鹿コースウェイ、それを見ながら2馬身差クルサード、後方から3番手、そして司ラッキーいってトムトップが最後方、1200を続々切っていきました。前から後ろまでは8馬身から9馬身といったところ、緩やかに坂の上りに入っていきます。持ちのペース、リードは1馬身です。ブルーリッチが2番手でまず最初の 1000m64 秒ぐらいのペースでいっています。3コーナーに向かってマイネル・クルーガー、そして先にクルサード動いていった。クルサード今4番手から3番手を伺って3コーナーカーブを回っていきました。2馬身差、これを見る形になったフィニステール、名村影虎、外鈴鹿コーズウェイ、 3,4 コーナー中間2馬身がいて司ラッキー、外からトムトップ上がっていきました。 3,4 コーナー中間点、先頭依然として持ち、リードは体半分、ブルーリッチが2番手600を切りました。2馬身差、3番手にクルサード、外目3番手クルサード、マイネル・クルーガー、名村影虎、その後フィニステール、ジョッキーの手が懸命に動いている、その後ろ鈴鹿コーズウェイ、先頭まで5馬身ぐらい。第4コーナーカーブ400を切って直線コースへ向かいましたが、持ちが粘っている、持ち粘っている、ブルーリッチ1馬身半差、クルサードが3番手から前を2頭追っていますが、伸び足どうか、内からマイネル・クルーガー、名村影虎、あとはフィニステール、鈴鹿コーズウェイ、まだ後方です。先頭持ち粘っている、持ち粘っている、ブルーリッチ、クルサード追ってきた、クルサード、クルサード、さあ持ち、ブルーリッチ、クルサード、前は3頭並んでゴール。